どうも、堀ちゃんです。まあ、3月に入ってだいぶ暖かくなってきましたね。私も一応、北海道なんで、まだちょっと雪が残ってる状態なんですけど、こういう状態とかって結構、羨ましいですね。まあ、桜が咲くっていうのは、基本的に北海道では、だいたい4月か5月ぐらいなんで、まだまだちょっと見れませんけど、まあ現状ちょっと一応ですね、うちの近くとかどんな感じか見せようかなと思います。一部プライバシーみたいなものも混ざってますんで、モザイクとかかけてますので、そこをご了承ください。ということで、これが、ちょっと見づらいかな。これうちの近くですね。見ての通り、これ隣の近所の畑なんですけど、まだ雪ががっつり残ってます。ちょうど部屋のベランダから撮ったんですけど、雪ががっつり残ってますね。で、ちなみにこのモザイクかかった奥の方も、住宅街あるんでちょっと映せないんですけど、この奥の方もちら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 雪が残ってますね。で、ちょうどですね、今日、軽く出かけてきたんで、道中の帰り道の動画ですね、スマホで撮りましたんで、そちらの方もよろしかったら見ていってください。ということで、今、出します。で、こんな感じでですね。で、ちょっと音声がでかすぎるんで、今ちょっと止めて解説しますね。こんな感じでですね、ところどころ氷張ってるんで、今日ちょっとスニーカーで出てみたんですけど、かなり滑りますね。まだちょっと、靴の、裏はまだ凹凸とかある滑り止め効いたものじゃないとちょっときついですね。まあ、ちなみに滑り止めついたものでも滑るんで、油断はできないっていう状況です。でですね、この普通の道の端っこにも、がっつりまだ雪残ってるって状況ですね。で、こんな感じですね。こんな感じで雪残ってるんで、まだね、完全な雪解けシーズンはまだまだですね。もうちょっとかかるって感じかな。早くても多分4月頭ぐらいまでには解けてほしいですね。で、ちなみに、今日の気温的に薄いジャンバーとか上着とか2枚ぐらい着て、やっと外に出かけられるレベルなんで、まあこれ太陽が出てる時間帯だけですね。夜になったらそんな薄着じゃダメです。完全に風邪ひきますんで。で、まあ、うちの近くの、木々なんですけど、基本的にまだ草は生えてません。見ての通り、枝のみです。で、近くに小学校あるんで、ちょっと、ちびっ子たちの声がちょっと聞こえてますけど、そこはちょっと、申し訳ない。で、まあ、中にこのように、まあ、葉っぱ生えてる木もあるんですけど、まあ、なんていうかの、
松みたいな木ですか。ああいうのは結構ね、葉っぱ強いんで、残るんですけど、大抵のやつはあの、冬に入る前に全部葉っぱ落ちます。多分これ、イチョウの木とかそういう系統のやつですね。もうこの辺、秋になったらもう、枯葉すごいんで、もう、冬にならない前にはもう、茶色い葉っぱが、赤い葉っぱが絶対落ちてますね。で、ちなみにこれ、ほぼうちの家の近くなんですけど、まだ、氷がまだ完全に溶けきってないんで、結構歩きづらいんですよね。で、まあ、この辺からもう、ほぼコンクリートなんで、もう、特に問題ないんですけど、はい、この通り、雪山がまだ残ってます。という状況なんで、もしですね、北海道とか遊びに来られる場合は、もうところどころまだ雪残ってるんで、気温そこまで低くはないんですけど、まだ寒いんで、もし来られる方は、羽織るものもまだ持ってきた方がいいですね。間違って、自分の住んでるところと同じような格好で来ると、痛い目に遭いますので。結構寒いです。ちなみに夜はマイナス行きます。マイナス行くときで2、3、まあもっと下がって4、5とかですね。日中ギリギリ今だいたい3、4度ぐらいか。調子いいと2桁行くときもありますけど、だいたい3、4とか5、6とかですね。プラスですね。それぐらいでまだ暖かい方なんで、まあ正直北海道民からしたらちょっと暖かい方ですけど、まあ、私の住んでるとこまだ雪結構ありますけど、町の中心街ほとんどもう雪ないんで、町の中心街でしたらまだ大丈夫です。市街から離れたところ、結構市街から離れたところになりますと、だん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 雪増えてくるんで、って感じですね。まあ、他の地域まだ全体はちょっとわかんないんで、答えようがないんですけどね。という感じですね。そういう感じでちょっと、うちの地域の感じを今日紹介しました。まあ、ぶっちゃけ私の雑談って感じでした。はい、以上、おりちゃんの動画でした。ありがとうございました。失礼します。